お疲れ。ポップコーンピカピカハートジジイ。サリムもありがとうございます。だるまありがとう。こんばんは。ちょっと今日はいつぶりかわからないぐらいノーメイクの日でした。お肌に休息を与えた日でした。いつぶりだろう、丸一日メイクしないの。だいたい今月ずっと何かしらあったし、なかったとしても配信するためにちょっとだけメイクするとかもあって、今日はしてない。まあ一日だけで何か変わるかと言われたらそんな変わんないかもしれないけど、気持ちね。ハートピカピカ、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。アイスありがとうございます。プラシーボ。応援してる。ピカピカハート。メシルク起きてる、起き始めたけど私の近くには来ません。まだ寝起き。来た。トミちゃんおはよう。あー伸びちゃった床で。伸びてる。寝起き。今月本当にさ配信全然できなかった。配信レポート見た時さ、このアカウントでびっくりするぐらい少なくて、びっくりしてた。合計9時間ぐらい、今毎日15分から30分の間で終わりにしてたので、久しぶりこんな時間やってないの。あんまり普段さ月何時間配信してるかとか見ないんだけど、今月ちょっと気になって見ちゃった。そう、一応毎日配信はしてるんだけどね。ハートありがとうね、みんな。ありがとうね。大きな病気というか、流行りのものに最近はかかってないので、それは本当に良かった。一番さ、忙しくなった時って、一番体調崩しやすいし、ちょっとしたところで菌が体に入り込んでくるので、ちょっと危ないかなって私的に思ってたんだけど、今月今のところ無事です。ありがとうございます。よかった、本当に安心。 R1 を飲んでるわけじゃないんだけど、なんだろう、運が良かったって感じかな。それかもう免疫ついた私の体内。まあ絶対に体調崩さないっていう気持ちはすごいあったから、それもあると思う。強くなったかな、体を。だといいな。こんばんは。でも最近私ね、 R1 じゃなくて TikTok でも流行ってるキレートレモンとウィダーのタイプのレモンのこんにゃく畑のむくみ改善みたいな、むくみがちょっと取れるよぐらいのこののドリンクを混ぜて作って飲んでるんだ。ここ最近だから、それのおかげか
体の回復がちょっといつもより早いなとも思うし、強くなったのかな。キレートレモンは普通のじゃなくてむくみ改善一番強いやつです。そう、 TikTok で今は情報収集してるそう、こんにゃくゼリーを入れるの、それで割とお腹もたまるしいいんですよ。酸っぱいものやっぱね取りたくなる。お疲れハート、ありがとうございます。そう今さ、何でも TikTok でさ、どんな種類の飲み物でも混ぜて自家製の好きな美味しいジュースを作るみたいなの流行ってるんだよね。面白い、なるほどなみたいなこういうのもあるのかと思って自分も作りたくなって作ってる。オンプありがとうございますなんだろう、多分元はやっぱ韓国からの流行りで来てるのかな、わかんないけど。ミックスしてる。ハート、うん、ありがとうございます。いや本当にそう、プロテイン飲めばよかった。この期間絶対一番よく聞いてたと思う忘れてました、プロテインの存在。本当にダメだね。いや悔しい。もうキレートレモンとかむくみを取るのに必死だったそんな変わらんのに、多分気持ち。花束ありがとうございますプロテイン取ったんで泣いとこうかな。あ、そうなの、じゃあダメだった、全然寝れてなかった。やっぱみんなの方が本当詳しいから、私のなんとなくで知ってる知識で飲もうとか浅いなんか思考で飲んじゃダメだね。効果なかったりするよね絶対。タンパク質じゃなくビタミンは取れた、いっぱいまあ何もないよりいいよね、変な食生活のままじゃないから。ハート、5月はプロテイン頑張って飲もうかな、決まってないけど。でも5月は本当にね忙しい気がする。時間がなくない、絶対多い、生誕祭が続く、誕生日の人が多いので、自分も含めそう、もう5月の頭の公演情報がさっき発表されてたんですけど、5月の2日と4日かな、ケーツあるので、2日はおしりんさんの生誕祭です。でも4日は通常公演なのでぜひ来てくださいって言ったけど、みんな今でも関わってるかわからないけど、生誕祭のために今は入らないでおくっていう人が多いのかな。確かにツアーの練習も始まるかもね。確かにそうだよな、早いんだよねいつも そうなんです、5月20日からこの間昇格発表があったジェイキとサラちゃんが昇格チームに配属っていうのされる日なので、それ以降だよね、私が転生ちゃんできなくなるのが。みんな見てね
意外と早くに来るとはね。一応構えては言ってたんだけど。ハート、ありがとうございます。ねえ、その辺で生誕祭な気がするよね。みんなのお休みが合いますように。こんばんは、こんばんは。おお。前回が最後だと思って見てた。でもその覚悟でいないとさ、わかんないよね本当に。私もわかんないので。ハート、ありがとうございます。なんかさ、11期の子は全員昇格発表あったじゃないですか。みんなさ K2 のユニット合うんだよね。だから誰が来てもおかしくないと思ってて、きょうちゃんはプリシャスだし、サックはアップル、ゆうねちゃんもアップル、ワンコロリーナとクロミンは絶対転生だと思ってるし、身長高くて足とか長く細いので、みんな当てはまらん？すごくない？びっくりなんだけど、こんなに全員当てはまる子たちいないよ。そうそう、びっくりです。楽しみだねこれから。ね、サータンも 何がユニット入るのか楽しみ。まあ何でも合うなサータンは。確かに転生の衣装いっぱい写真撮っとこう。でもね、意外といつも時間がないので可愛く撮れないんです。多分アンダーの転生とあのプレシャスとか空の青さに折り面として入ってたら余裕で撮れるんだけど、一曲着替えのアップルちゃんだとなかなかね、いつも汗汗して時間ギリギリなんですよ。ハート、ありがとうございます。だからもう本当に写真をいっぱい撮るなら、公演始まる前、頭曲の衣装を着替える前に、個人的に転生ちゃんラブリンさんの衣装着て写真を撮るかな。まあ、それができたらします。私も着たいので。ハート、ありがとうございます。そうしようかな、そうします。その方が顔完成されてるし、髪も汗もかいてないのでちょうどいい。リンボースターピカピカ、ハート、ありがとうございます。確かにラブリーさんとも一緒に写真撮りたい。わー、こんばんは、こんばんは。そう、さっきさメールでも送ったカップリングビーズの衣装、明日以降送るね。今日で410日、410、ありがとうございます。今のところあの衣装を着た写真はサンリオのフェスだっけ、選抜の方たちが参加するフェスト舞台だっけのグッズ販売に、選抜じゃない私たちも参加できてるトレーディングカード、ランダムのかな。そう、そこでゲットできるっていう
でもランダムであの人数だから、まあ、チームごとのランダムだとは思うんですけど、絶対ゲットしてそうトレーディングカードだった気がする。そうなんですよ、選抜の方のグッズはいっぱいあるんですけど、選抜じゃない人たちは1個かな、そのカードの、わかんない。ピカピカ、ありがとうございます。ゲットしてください。まあ先に販売される前にメールで私がどんな髪型をしているのかをっていうか参考参考画像あの送るので待っててください。あ、ブロマイドなんだ。はい、見てください本当に嬉しくてさ、ずっとニヤニヤしてた。どの色が着ても私はすごい嬉しいんですよ。やっぱ大好きな SK フェスティバル公演のユニットだった曲だし、いろんな方が、私の大好きな方たちがやっていた曲でもあるので本当に嬉しかった。何回がガッツポーズしたか心の中で しかも私青だと思ってたのね、色まさかのピンクでびっくりした。確か里川さんもピンクじゃなかったっけ。しかも髪型も一緒だったの今ここで言っちゃうけど、ギリギリね髪型わかんない程度にメールで送ったんだけど、写真ハートありがとうございます。だから一瞬さ、あれ私と思っちゃって里川さんだった髪型ないのも、前髪ないのも一緒だし、髪黒いし、髪長いし、びっくりしちゃった。撮影のお時間全然かぶってなかったから分かんなかったんですけど似てました。勝手に私が意図的に真似したわけじゃないです。はいバラハートありがとうございます。くみちゃんおはようそうなんです、嬉しいね、楽しみにしててね、ゲットしてね。くみちゃんかわいい、そう、梅でした。そう、あとは現地でトーク会愛のホログラムのトーク会握手会の全日程全完売ありがとうございました。本当に今見たら復活してるとかないよね、さすがにありがとうございます、本当に嬉しい。あとはツーショット会で名古屋と幕張の会場なんですけど、来てくれるかなみんな、おめでとう、ありがとう、勝ってよかったよかったそっか、通称とか締め切りあと1週間、それってさ名古屋の会場だけだよね、まだ。んー、15月の11、12日のトークじゃない、通称とかへ、はい、よろしくお願いしますね。よいしょ、乙女ちゃんも来てねって、乙女ちゃん、え、乙女ちゃん、え、
トメちゃんありがとう。赤ちゃんスンスンみたい。寝起き、寝起きっちゃ寝起き。乙女かわいい。シルクは寝てます。赤ちゃん、赤ちゃん乙女。ああ何分？36分。早っ。なんか28時間配信のことを話そうと思って昨日も話してたけど時間がなかったじゃないですか。意外と15分配信ぐらいでどこまで喋ったのか分かんなくて中途半端に喋っちゃったからさ。確かにシルクが出る配信はレアかもしれない。ちなみに DMM、 あぶねDMM のアーカイブはまだなかったですね。非公式チャンネルの方のまだ見てないの私。いやそっか、特にミッドナイトの公演っていうのかな、みかんの剥き方のお話はしたのか。あ、非公式のチーム対抗戦も話した。休憩座談会まだ見れてないから喋れない。まあでも帰り私ひめたんと一緒に帰ったんですけど、ひめたんも言ったのかな、ひめたんと2人であの時の話とはまた違う熱い話を2人で喋りながら帰ってたの。そう、なんかまあ内容は言えないけどそういう話をできるのは私の中では今中坂と姫たんの二人なんだよね。やっぱそうねえ、姫たんとラジオもしたいねっていう話もしてたんですよ。そう S の二人ね。確かにそうなんだよね。よく三人で会えば一緒にいることも多くなってるし、お互いの気持ちを分かってる感じがする。話さなくてもなんか伝わるし、話したらもうより伝わってなんか共感し合えるような、そうありがたいですね。研究生の頃とは全然違う、当たり前なんだけどやっぱ考え方がそれぞれ大人というか違くなったし成長して、ハートありがとうございます。いつかね喋れるといいね、何を話したかその時。神奈川もねもっと盛り上げていきたいね。まあ第一は愛知、名古屋、SK なんですけど、それを踏まえた上でやっぱ地元も好きっていうのは変わりないので、入った時から神奈川もいいとこを広めたい。一番は名古屋、栄、SK っていうのはずっと変わってないです、もちろん。確かに
本気で活動してないと熱く語れないもんね。そうなんだよな、ありがとうこうなったのも本当最近っていうぐらいだもんな。私もね、名古屋、愛知県、神奈川を確かにつなげたいね、もっと。だるま、ポップコーン、ありがとうございます。あとはもうね、準備というかこれから夏に向かってきて、私の大好きな虫たちが活動活発になってくる季節が来ますね皆さん本当に去年はありがたいことに NHK E テレさんで昆虫図鑑、スマホで昆虫図鑑に出演させていただいて、本当に気持ちもすごく変わったので、今年も大好きな生き物、昆虫たちのこと関われるお仕事ができるように頑張りたいですね。うずうずしてる、早くカブトムシのメスに会いたくて自分でわかる、なんか気持ちがねそわそわしてる。あ、本当に私ってカブトムシのメスに恋してるんだと思ってなんかどんどん夏に向かっていく、6月7月8月当たり前に近づいてくるじゃないですかやっぱね楽しみが近づいてきてね、なんか違う、いつもの私じゃない恋してる、本当にカブトムシのメスに取りに行けるといいな。今年は早めに行動したい。前お父さんと行った時はもう取られた形跡があったので、先に私が行くっていう、頑張りたい。いつもは実家の近くとか神奈川で行ってるので、今年は名古屋で探してみたいな。そう、メスなんだよな。オスももちろん大好きなんだけど、二人でヘラクレス見たけどかっこよかった。え、そう、かっこよ、ロマンだよね。なんか大人になっても子供の時のあの初めて見た衝撃と同じぐらい感動する、かっこよすぎて。男って感じ、あの山水の方のエルフマンみたいな、フェアリーテールでいうそう、本当にかっこいいんだ。まあみんなの方が知ってるか確かに名古屋だけじゃなくて岐阜もいいね。岐阜の山、ココちゃんに教えてもらおうかな、いい山教えてくれそう。イノシシがいるぐらいだもんね、だって。ハート、ありがとうございます。さすがにカブトムシ取りには行ってなさそう、ココちゃん。ね、行きたいな。普通に岐阜観光もしたいので、私岐阜タンメンも食べたいし、未だ一回も食べたことがないので、誰か車の運転していただけないといけないまあ電車でも行けるけどね。ピカピカ、ありがとうございます。岐阜タンメン早く食べたい。みんながさ本当に美味しい、絶対に食べてっていうことをずっと言われてきてるので、私は
もう期待値がね爆上がりしてるの、楽しみすぎる。ハート、ありがとうございます。美味しいっていうのはもうねやっぱもともと知ってたけど、こんなに言うんだもんみんながっていう夜中までやってるところもあるんだ。ぐっすりですね、シルクさん寝息がすごい。聞こえるかな、聞こえる、なんか風強い日の音みたいな、窓から窓の隙間から聞こえる風の音みたいなうん、似てる。そう、27ね、鉄菜なんですよ。あと4日後ですね前日にまた転校しまーすすごいよね、その日は9期、10期、11期かな、10期いる？さすがにいるねいつも出てるみおみきちゃん、ピカピカ、ありがとうございます。確か先輩がいない、キュウキが一番上なのかな、私の記憶上。間違ってたらごめんなさい、びっくり。キュウキも真ん中だもんねそうなんよ。ね、ユニットも何か予想しといてください。まず私が何の曲をやるのか、プラス誰と一緒にやるのか、私もまだ分かんないので。はい、あ、91期だけ。いやー楽しみだなつい先日ね鉄の出たばっかりなので緊張はしないはず、多分多分さすがに1ヶ月は空くと緊張する、本当にウ世代だ。ウィンブルドンね、やりたいな、やりたいんだよ。一番やりたかったバーコードとアメピアもできたので本当に大満足ですはい、何色でも嬉しい。確かにチョコの行方ね、私やらない気がする、やってみたいんだけど、メンバー的にやれるのかな、まあ、やれなくはないんだけど、一番可能性低いのはまあグローリーなんですけどはいに鉄なだと可愛い系は私いかないんだよな、笑わない系、キリッとかっこいい系なんで、私もそっちの方が個人的には好きなので嬉しい料理見たい、嘘私が踊ってるの想像つくウィンブルドンやりたいな、
もう一回 MP やりたいな。今2回目でまだまだなので。いや本当に緊張した。2回目でも、多分3回目4回目でも一生緊張すると思う。バーコードでも何回やっても緊張してたのね。センターでもセンターじゃなくても。あと全然振りがない、振りが多いじゃないですか、バーコードだからさ、余計に私が 手足震えてるのが多分みんなに伝わってるっていうか見えてるよね。アメピも 2A のところとか止まってるじゃないですか。もう震えて震えてびっくりしちゃう、止まんないの。本当に自分緊張してるんだなと思う。震えが止まりません。でも顔は緊張してませんよっていう顔はしてるけど、体は正直ですね、震えてます。緊張してる時は本当に体を動かした方が絶対バレないし、自分も安心してる気がする。余計なこと考えないから。恥ずかしい、こうやってまた配信で言っちゃうからさ、次から止まってる時の私の手足をみんなに見られちゃうんだよ、恥ずかしい。そこがまたいいの。ハート、ありがとうございます。転生はまあ最初よりかは大丈夫になったけど、また違う緊張があるので、転生ちゃんは、はい、いつも緊張してます。なんていい曲なんだ全部。確かにミッドナイトの時手震えてた、手震えてたし、あんま触れないと思って自分から触りに行ってんのに、そのカモさんにね、こうなってた、この指が反ってた。おもろいなぁ、もう全部正直、体顔見れない、目合わせられないし、でも抱きつきに行ったから、なんか こうやって手触れてんの。指反りすぎてた。この指の腹で触れてた。違和感あったでしょ、指が反ってたんです。リアルすぎない、なんかガチなんだなっていうのがなんかすごい丸分かりすぎて恥ずかしい。そう、手触れてるってバレてましたね。頑張ったね。多分初めての私の言動に驚いたっていうかさ、対応しきれてないというか、難しいことをさせてしまったなって反省してる。途中でカホリンなんか言っちゃうし。ちょっとおかしかったね、嬉しさが込み上げてましたね、ごめんなさい本当に。緊張すると全部触れる。深夜のテンション、あれが怖い、怖いよ。なんて言った、私の新しい扉が開いちゃったねみたいな、で私がじゃあカホリの扉もみたいな、何言ってんの本当に自分。怖い、怖いよ。
し。怖い、顔赤い。きょうちゃんの顔が忘れられません、本当に。みんなにも言われた。1位ハッピーさん、2位カレノブタさん、3位カエルちゃん、4位ハッピーさん、5位ササン、6位ワンコ、7位ロボットくん、8位クマちゃん、9位ネコちゃん、10位ハッピーさん、11位ハッピーさん、12位ロボットくん、13位ハッピーさん。ありがとうございました。あれぐらいググいた方がいい。はい、まあいいね、その時の空気というか雰囲気をちゃんと見てね行動します。ハートありがとうございます。では皆さんありがとうございました。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。ありがとう、みんな楽しかったです。